プチに戻ってきましたし、5時30分ね、メモリーカード変えてね、準備したらちょうどいい時間じゃないかな。よし、じゃあ早速本編の方にね入ってきましょう。やっと本編だよ。あ、いや今回サブチャンで見返してるからまだ本編に入るまでが短いはずだ。今までがあまりに広かった。あ、ゆらさんが動き出してますね。のむさんのベースボールギャラリーがやってるんですね。ここ5時までやってるんですよ。ここで雨ですね。今ねちょうど地元の方がねいらっしゃってお伺いしたら、やっぱあそこが言っとったところが、駅の利用者様用の駐車場で無料で使えるますよということでね確認も取れましたんで、まあねちゃんともうね切符も買ってね準備万端なんでね、問題ないぞということですね。で切符売り場がここは6時から開くのか。で5時59分だから改札はどうすりゃいいんだろうな。でもこのやつがあれですね、目安で7分セットになってますけど、この5時59分発の西舞鶴行きが三浦さんので、運行されるということらしいんですけど、分かってんだ。何せ、まあ、せっかくだから、まあ、朝のうちのがね映ってるんですけど、まあ、この辺りも多分帰ってくる時間帯にはね空いてるんじゃないかなと思いますけど、今何時ですか、朝の5時半ですからね、この時間からいやいるかなと思ったんですけどね、さすがにちょっと奇抜すぎたか行動が。で入場する際に入場券が必要ですってことなんですけど、まあ、うちは今回ねちゃんと有効ね皆さん持ってますからね。あ、そうだ、買っといてよかった。ここでは買えないんですよね、確か、アミノでは。ということでね。入っていいでしょ、持ってんだから入っていいよね。こんな感じで、目の前に止まってるのは、いや、さすがに朝から来るやついなかったか。俺、もしかしてやらかしたか、これ。あー、これはもしかして俺をやっかしたかな。こんな感じになっておって、こっちが3番線か、で1番線2番線が向こう側なんですけど、折り返しのやつはね向こうからも出ますよっていうことらしいですね。こんな感じだし、めちゃくちゃあれにしてるんですね。静か御前と、乙姫さん、ね、あれいいのかな、入っちゃってよかったのかな。ただねせっかくだったらねもうねなんか入れるんだったら入っちゃってもいいです。まあせっかくだからね中に入っていいなら、まあ、入れましたしね、分からんからとりあえず中入って乗務員さんいるみたいなんでしらっとお話を伺って、客どもがわーっと始発からね、乗るためにね、わっさわっさと全国から押し寄せてねなってるのかなと思ってたんですけど、さすがに朝で5時59分は網のはないんで高すぎたか。
で、あれ見てね、今声かけようかなと思ったけど、あの思いっきり今あのゆらさん、あの面接中ですね、あの発車前にいろいろとね、あの安全確認します。まあこれはね、あの私も郵便局で配達車ね、使ってましたから、あれ毎日あのやられる、オイルのチェックとか毎日やりますからね、郵便局だって、郵便局ですが、鉄道に関しては、より厳しい営業運転でした。特にね、旅客運転に関する営業運転者は、非常に厳しいね、クリアがありますからね。今のうちに取っとくか。おせたずをかけてしまったな。さすがに、この時間からあのフリーキップをね前もって用意してね、来るっていうのいなかったのかな。やったか、これやらかしたかな。もしかしてこれは俺やらかしたかな。あれ、まずいね、これは。もう駐車場の感覚で何となく薄々は思ってましたけどね。ちなみにやっぱし、あれ、私以外になって、まあ、この後来るんじゃないかな。どうかな、多分10分前ですけどね、提督の皆さんは10分前集合って来るんじゃないかな。今から1分後にドドドドって車とかやってきてないかな、違うかな。いい、ありがとうございます。さあ、営業時間前でしたけどね、Kさんもね、朝9時から営業なんで一応いらっしゃったんでね、押してもらいました。8月6日車内ちょっと撮っておきましょうか。空いてるもんね、もう私が言いませんけど、中は外のラッピングだけなんですね。中は通常の、まあこの前どこだったっけ、宮福線の方に乗ってましたけど、ユラさんっぽいっちゃユラさんっぽい感じなんですけどね。We wish you a pleasant journey. Thank you.